はい、こんにちは。札幌占い美容室早岡市の武藤です。今日は、カラーをやりたいと思います。で、時間は1時間半ぐらいで、ちょっと1時間ぐらいかな、1時間ぐらいでカラーだけなのでと思います。どうしますか？いきなり上は暗めの、はい、下はグラデーションで明るくしたいです。面接の時はここは7トーンぐらいにしてグラデーションにするので、根元の方がフォレストンの、パールベード6-91とプラチナムの66-81を1対1でとりあえずリタッチをして、同時進行で、パネルごとに根元塗って毛先っていう方法もあるんですけど、ブリーチのタイムラグがすごく嫌いなので、ブリーチのタイムラグなくすためにまず1回全部根元塗っちゃってからやった方が髪が傷まないと思うので、そうします。で、今回使う薬は、今のフォレストの薬にムササビトリートメントを 5% 混ぜまして、で、ブリーチ剤にも、トリートメント作用というか、ちょっと傷まないようにしたいので、ムササビトリートメントをブリーチ剤にも 5% 配合しています。はい、ちょっとやっていきます。まず今ドライの状態なので、ちょっと一回濡らす感じで少しウェットにします。新規は行きたい、来てください。新規は楽しみです。インクジャムに投票しないとですね。それは。で、今回の投票数が1位で、はい、入れたんですよ。あ、そうなの？審査員票が2位だったので、投票が2位だと優勝できなかったので。そうなの。ピンクジャムめっちゃ有名なんじゃないでしたら。俺今ピンクジャムの髪染めさせてもらってるけど大丈夫？いや、そんな偉大な、いや、有名じゃない。結構今緩めに染めてるけど大丈夫？もっと真剣にやんないと大丈夫かな？はい、有名ちゃんとやります。お願いします。はい、それちょっとかかってますね。はい、で、今カラーがピンクジャムのカラーを今染めて、で、なんでこうやったかっていうと、なんかそんなについてるんですか？なんでこうやったかっていうと、ブリーチをあんまりタイムラグ、ブリーチのウィービングとかもそうなんですけど、下からどんどんウィービングしていくじゃないですか。で、タイムラグって結構大きいんですよね。で、どんどんやっていくじゃないですか。であれってちょっと嫌で、で、なおかつカラー2プロセスにしたくないんで、時間がもったいないから、なんで今日も1時間で終わらせたいので、1時間もかかんないかもしれない、急げばね、ということで、なるべくシンプルにやった方が結果いいので、もう今カラー塗り終わったので、この上にブリーチして、で、あとシャンプー台トナーっていう形で入っていきたいんですよね。で、もうそれで終わりって感じです。なので、今回この唾液が今残ってるんですけど、これに、今回入れるカラーとしてはこれに、14-6 かな、フォレストの14-6バイオレットですね。そのバイオレットを、ここの残液にちょっと入れてシャンプー台でトナーしようかなと思ってます。で、この根元の薬をそのまま毛先にブリーチの上からのっけちゃう、ちょっと暗いかもしれないので、目標のカラー自体はちょっと白っぽい感じなので、これにちょっとバイオレットを入れて、黄ばみを取っていくぐらいでいいかなと思っております。だからすごいシンプルな仕事ですね。で、ここから今度ブリーチ入っていくんですが、ブリーチ使うのはこのリパレットを使っていきます。はい、で、ちょっとこれまでちょっと反対側置けます。はい、で、ここから、はい、バッグを3セクションに分けます。3段に分けますね。はい、で、ちょっと入っていきます。真ん中から分けます。いいですか？はい、分けて、で、ここにブリーチをしっかり乗っけていきます。まあ、普段やってるとちょっと違いますよね。で、ブリーチ剤はこれしっかりなじましていかないと、結構ね、
はい、染まらないので、まああのホイールは使わないです、めんどくさいんで。こんな感じで塗っていきます。はい、2つに分けて塗っていきます。ただ時間はちょっとあまりかけないようにして、はい、次ここのラインを2段目を入れていきます。はい、リパレット乗っけてしっかりブリーチ剤をなじまして、毛先にしっかりブリーチ剤をためていきます。端と端を取って、まあこのまま持ってでもいいけどね、こういうふうに逆に塗ります。リパレットまあ必要ないから、表面側だけ塗れてればいいかなと思うんで、こんな感じであまり上までいかないようにしますね。はい、で手はしっかり拭いてください。で、またラインをしっかり、ここは姿勢を落としてしっかりそのラインを見ていきます。で、あまり近い距離でやるよりは遠い距離でやった方が、実際のバランスがこう見やすいんで、少し引いた状態で見た方が僕はいいかなと思います。このような感じです、ドン。で、ここもちょっと引いた位置から見てブリーチをしっかりつけていきます。手先をしっかりなじませて拭きます。この端っこのところを少し表面だけ上にこう逆塗りしていきます。逆塗り、ハケで逆塗りです。要はあの表面だけついてる感じですかね、全体っていうよりは、そんなイメージですね。なんか表面だけちょっとついてる感じ、中の方はついてない。で、この端っこのところもこの端のところを取って上に逆塗りですね。こういう感じで逆塗りします。はい、まあ、今日はそんなにオリジナリティなことやってるわけじゃないので、結構普通のことをやってるんで、いつもちょっとマニアックな内容なんですけど、今日は意外と普通です。まあ皆さんやってる感じです。はい、こんな感じ で今度横、今喋りながらやってるんで、本当はもうちょっともう終わってるぐらいの速さで本来はやります。でサイドはもう2段で決めます。先ほどのライン、このバックのラインと、等しい位置ですね。はい、コンパスみたいな感じです。その位置まで、その位置をしっかり見ていきます。ここで間違っちゃうとちょっと大変なので、これが左右同じ位置に引き出さないとダメで、これがこうなったりこうなったりするんじゃなくて、決めた位置があったらもうその位置に引っ張ります。はい、こんな感じですね。はい、しっかり溜めて、ここで確認します。ここをコンパスのように同じ位置で塗れてるかっていうのをこう確認していきます。でサイドは、ちょっと細めに、はい、ちょっと細めの感じで、ここも逆塗りします。こんな感じで端と端を取って逆塗りをしていきます。はい、こんな感じです。あまり上までいかない感じにして逆塗りをします。はい、でまた、はい、同じ位置に引っ張って、さっきのガイドラインの、ブリッジラインを合わせて、そこでリパレットでまた塗っていきます。はい、また同じラインですね、リパレットで塗っていきます。はい、こんな感じですね。はい、でリパレットで塗りました。そしたら、また同様にこの端と端ですね、この端を取って逆塗り、はい、逆塗り、はい、端も取って逆塗り、
はい、端取って逆塗りですね。はい、表面はしっかり塗る感じでやっていただいた方が、本当に軽くだと、ブリッジできないので、はい、こんな感じですね。でここでポイントなのが、ここがブレちゃうと、左右ちょっと変わってしまうんですよね、カットとかと一緒で。で同じ立ち位置のところに、このステムというか、のパネル自体が引けてるかっていうのが結構大切で、まっすぐ同じ位置になるようにします。はい、で先ほどのちょっとガイドをね、ちょっとここでこの辺だなっていうのをガイドもらって塗ります。もうちょっと早く塗らないと、色ムラじゃなくてブリーチもここの最初とこの最後のブリーチの差が出ちゃうので、基本的にもっとあと2倍ぐらいのスピードで塗らないと、まあ本来だったんですね。ちょっと今説明しながらやってるんであれですけど、はい、でこういう感じになって、で端を取ります。端を取ったら逆に塗ります。はい、表面だけちょっと塗って、で今度こっちの方の表面だけを、はい、コームでこう塗ります。ハロプロが多いですね。あ、そうなんだ。激しくない？踊り結構踊りはありました。他のチームは結構欅坂とか、あ、欅坂も最近ヘッドバッティングするみたいな踊りも激しいですね。結構激しいですよね。だから大変ですよね。はい、で先ほどと同じ、ガイドですね、ブリーチガイドを合わせてリパレットで塗っていきます。はい、ここでリパレットを塗ります。はい、同じ位置で塗って、さら今度また同様にこの端を取って、はい、この端のところを逆塗りをしていきます。こんな感じですね。で今度端の、今度こっちの方、端と端です。結構ムササビ入れると染みないんですよね。はい、ということでこんな感じで同時進行でやって、あとはシャンダイで残液に対してちょっとバイオレット、プレストン16-4を薄めて塗装します。なのでこの残液は捨てないで残しておいてもらって、これ暗いですから、これにバイオレット直接よりはちょっとこの残液使った方が僕はいいかなと思うんで、残液使います。あとはちょっと抜けるの、結構抜かないと理想の色になりづらいんで、ちょっと最後に塗った方は、ちょっと塗料を多くしてタイムをちょっと縮めます。ちょっとお湯をためます。